1961年に完成したサンクトペテルブルク地下鉄2号線の勝利公園駅にある世界初のホームドア乗降状態を正面から見たところホームドアまたはスクリーンドアとは鉄道駅においてプラットホームからの転落や列車との接触事故防止などを目的として線路に面する部分に設置される可動式の開口部を持った仕切りホームドアは人 荷物と列車の接触による人身事故を防ぐことができるとともに、プラットホームから人が線路上に転落したところを列車が引いてしまう事故も防ぐことができる。ホームドアには扉が天井に達しているフルハイトのものと天井まで届かないハーフハイトのものがある。ホームドアと ATO の組み合わせにより、乗務員の業務増や安全監視の低下を抑止でき、 鉄道会社の経営という観点からは長期的な人件費の削減が期待できる。地下鉄などの既存路線でワンマン運転を導入する際などにも設置されるようになっている。2010年6月からホームドアの設置を開始した東日本旅客鉄道山手線ではホームドアを設置した23駅での人身事故が設置前の74件から設置後は0件に大幅に減少した。 2010年までに全駅にホームドアを設置したソウルメトロとソウル特別首都市鉄道公社では設置前は毎年20から30件の自殺事故が発生していたが全駅設置後は2015年2月までの間に1件までに減少したホームドア設置に伴い車両や台や運用などに影響が出るケースがある車両が規格に合わなくなることから 対応年数を残していながら多線区へ転属、設置された路線での運用を終了、廃車に追い込まれる停車駅を変更することがある。また、新造車や更新車では、ホームドア越しに車体色を識別できるよう、外観デザインを変更することもある。 定位置停止装置などの定位置停止装置により、停車位置制御を行い、停車位置の誤差を小さくする必要がある。一般的に、ホームドアの幅は、車両のドアより1メートルほど広い。これは、車両側の停止精度のズレを考慮してのことである。また、ホームドア自体は信頼性、耐久性の高いものだが、それでもホームドア自体あるいは、対応車両の不具合で故障が発生し、 輸送障害の原因となることもある。このため、鉄道事業者では、ホームドア愛上時に対応した訓練も必要となる。日本民営鉄道協会会長の山木、俊水によると、民鉄の場合で、設置費用は一駅あたり4億から5億円程度。JR 東日本では、森土構造のホーム下地盤に食い打ちなどをして補強する必要があるため、 京浜東北線一駅で13億円かかるという、車両とホームドアの間の隙間が広いと人が取り残される危険がある。車両限界の定義の違いにより、日本ではこの隙間が他の国に比べ広いと指摘されている。ホームドアで人や物が挟まれた場合に備え、ホームドアの戸先にテープスイッチを取り付けて、それにより人や物の衝突を検知する戸先センサー。 ホームドアに人や物が衝突した際に、ホームドアを稼働させるモーターに負荷がかかるため、それを検知するとあたり吸い込み検知。ホームドアの車両側に、センサーの発光部と受光部を取り付けて、ホームドアが閉まった際にとさっきセンサー等では、検知できないものを検知するとハサミセンサー。ホームドアの車両側に、ビーム式のセンサーを取り付けて、 車両とホームドアの間に取り残された人を検知する死傷物センサーなどで乗降の安全を確保している。なお、車両とホームドアの間の隙間を狭くした場合、非常時に車両から避難するとき停止位置が少しでもずれていると避難できなくなり安全上の問題がある。そのため北京地下鉄7号線などでは戸袋部分を開くことが可能な構造への変更が進められている。 また、デリーメトロのホームドアも、戸袋に挟まれた部分を開いて避難可能な設計になっている。プラグドア香港 MTR 機上改善では、戸袋がなく車両側が外へ飛び出て開くプラグドアになっている。稼働ステップ、東京メトロ丸の内線の中野富士見町駅など一部の駅において、ホームドアと連動して、ホーム側から稼働ステップをせり出し、車両と、 ホームとの隙間を減らす試みも行われているを表示して発射できない状態にする。稼働ステップを競り出す構造自体は1940年代からニューヨーク市地下鉄で実施されている。ドアは列車の到着に合わせ係員の操作や車両のドアに連動して自動で開閉する。手順としては東京メトロ南北線9 0 0 0系の場合列車が停止位置に停止した時に a t o の定位置停止上司から信号を発信して車両側はそれを車上司を経由して受信した後、停止位置に停車したことを確認できたら運転席のホームドア表示灯が点灯する。ドアが開く際には車両側から開始例の信号が車上司から地上司を介してホームドア側に送信されホームドアから先に開き、その後、 ホームドア側から返信の信号が地上紙と車上紙を介して車両側に送信され車両側のドアが開き始めるドアが閉まる際には車両側から兵指令の信号が車上紙と地上紙を介してホームドア側に送信され車両側のドアが先に閉まり始めてからその後にホームドアが閉まり始めるホームドアが全閉になった時にホームドア側から返信の信号が 地上紙と車上紙を介して車両側に送信され、ホームドア表示等を消灯させる仕組みになっており、これにより乗客が車両とホームドアの間に閉じ込められないようにしている。近年では車上紙地上紙間の通信や ATO やタスクを必要とせず、列車が所定の範囲内に停車したことを検知するとドアを開き、 車両のドアが閉まり始めたことをセンサーで検知するとホームドアを閉じる制御を行うタイプのものが実用化されている。また、車端部の位置から車両長を検知することで開くドアの数を切り替えるタイプのものが京成電鉄の一部の駅で使用されている。西日本旅客鉄道や東武鉄道など全体の駅数に比べてホームドア設置数が極端に少ない事業者は タスックや ATO を車両に設置するよりも運転士の技量で停車位置を合わせる方がはるかにコストがかからないためこれらの補助装置なしで使用する場合も多い。その場合運転士の技量、車両状況、天候などの環境条件によって停止位置がずれることがあるので稼働部の幅がタスックや ATO を採用している路線よりもやや広めに設けていることが多い。乗務員は ホームドア側と車両ドア側両方をそれぞれ別々に操作して開閉することになる。都営地下鉄では電装ウェーブと共同で新開発された専用 QR コード TQR を車両側の客室扉の窓ガラスに貼りホーム天井に取り付けたカメラがその動きを読み取ることでホームドアの開閉を自動で行うシステムを開発した。QR コードに 車種情報を登録して、ホーム天井に取り付けたカメラがそれを読み取ることにより、列車や車種よって編成量数や客室扉の数が異なる場合でも、特別な操作をすることもなく、ホームドア側で自動的に対処することができる。このシステムは、車両側にホームドアを開閉するための改造をする、必要がなく、ホームへのホームドアの設置がしやすい利点がある。 2017年に都営地下鉄浅草仙台門駅で実証実験を行い、2018年に京急空港線の羽田空港国際線ターミナル駅に先行導入された。安全を期するため車両間の連結部を測定することで定位置停止を測定する定位置停止検知センサーをホーム天井に設置して列車の定位置の検知を行い、列車が定位置に停車した場合には、 ホーム天井に設置しているホームドア動作表示器に定位置の表示をすることで乗務員はそれを確認して車両側の客室扉を開閉する。2019年から京急本線と都営地下鉄浅草線で2020年から神戸市営地下鉄精神山手線で使用されている。世界初のホームドアは1961年に 完成したソビエト連邦のレニングラード地下鉄2号線のパルク・パビエデ駅とされる。日本では戦前から島秀夫などが設置を主張していた。会場内輸送ではあるが、1970年の日本万国博覧会において、モノレールの全駅で設置されたのが国内初のホームドアである。常設の駅では、日本国有鉄道が1974年、 東海道新幹線熱海駅に設置した可動式ホーム柵が設置されたのが最初である。同駅は開業当初から通過列車があったものの土地の問題で対避線が設置できなかったため列車の通過時は列車風で危険な状態にあった。このため同駅では停車列車の到着、発車時以外はホームを締め切りにする措置をとっていたものの運転本数や利用客の増加により 難しくなったため、可動式ホーム柵が導入された。国鉄では、熱海駅と同様に通過列車が設定されながら、対比線がなかった山陽新幹線新神戸駅、東海道新幹線新横浜駅にもホームドアを設けた。新幹線以外では、新交通システムの神戸、新交通ポートアイランド線が、初めての導入路線であり、日本の鉄道で初めて、 フルスクリーン型ホームドアが採用された。無人運転を採用している新交通システムは乗客の安全を確保するためにすべての路線で開業時からフルスクリーン型ホームドアを導入している。新幹線以外の普通鉄道で初めて導入されたのは英団地下鉄南北線でありフルスクリーン型ホームドアが採用された。2000年の交通バリアフリー法施行により 新設の鉄道路線に設置が原則義務付けられた。既存の路線については、努力義務とされたが、2001年に起きた JR 山手線新大久保駅での転落事故や、2011年1月の山手線目白駅で起きた視覚障害者の転落事故によって、他方面からホームドア設置推進を求める声が上がり、国土交通省が一定数以上の利用者の駅に対して、 ホームドア設置を求める方針の検討を開始し、既存路線にもホームドアを設置する動きが見られるようになった。2011年2月8日の国土交通省の発表によると、14事業者285駅に新たにホームドアが設置される予定で、季節の駅との合計は783駅になるが、これはバリアフリー新法が設置を求める。 約2800駅の3割弱である。国は1日10万人以上が利用する駅で優先的に整備することが望ましいとしている。2012年9月現在でも設置駅は536駅で国土交通省が設置を求める235駅の中では34駅に止まっている。これにはホームの強度が足りず補強や建て替えが必要となるケース。 中長距離路線を中心に列車のドアの位置が異なるケース、他社との直通運転を実施している場合で乗り入れる全ての事業者間にて車両の規格を合わせる必要が生じるケース、極小ホームで設置スペース不足など、クリアすべき課題が多数残っていることが背景にある。特に補強工事を要する場合。 一駅あたり数億円十数億円という莫大な費用がかかることもホームドアの設置がなかなか進まない大きな要因となっている。日本の鉄道では車体長、ドア数、ドア位置、ドア開口有効幅などの統一性が乏しく、異なる車両が同一ホームに停車する駅では導入が難しいことが普及の大きな障壁となっていたため、 各社では6ドア車などの変則的なドア配置の車両を廃車にしたり、東京メトロ日比谷線のようにすべて新車に置き換えて、車体長ごと変更するなどの対応に迫られた。2013年に、この課題を解決するために戸袋移動型ホーム柵や、商工式ホーム柵が開発され、関東地方の大手私鉄3駅で実証実験が行われた。JR 西日本では JR 夢崎線、 桜島駅や JR 神戸線六甲道駅での実証実験を経て2016年に JR 京都線高月駅で昇降式ホーム作が初めて実用化された。車体長、編成数、ドア数、ドア位置、ドア開口有効幅が異なる車両が同一ホームに停車する駅における昇降式ホーム作の導入はこれが世界初となった。 これらの技術をもってしても、近鉄奈良線のように、車両形式によって、車体長やドア位置の種類が多く、従来型のホームドアでは対応できない路線も、残されているが、この解決策として、2018年より、近鉄で、加工式、ホームドアの開発が行われている。日本における、ホームドア設置数の推移は、下表の通りである。ただし、 同一事業者の複数路線が連絡する駅は、最初に導入された路線の駅のみカウントする。日本国内のホームドア設置状況については、国土交通省が集計しており、また設置に際して、政府や地方自治体などが補助金を交付する場合がある。フルスクリーンタイプ天井までを完全にホームを覆う、もので、競技のホームドアはこのタイプを指す。フルハイトタイプとも呼ばれる。 このタイプが最初に導入されたのは前日の通り、サンクトペテルブルク地下鉄2号線の勝利公園駅であり、ホームドアとしても世界初である。このタイプには完全に天井まで折っている密閉式と天井との隙間が少し空いている半密閉式がある。日本では、後日の中部国際空港駅と布田駅を除き換気のため欄間の部分を開けた構造になっている。 日本では新交通システムや1990年代に新規開業した東京メトロ南北線と京都市営地下鉄東西線はこのタイプが採用されたが1998年に開通した多摩都市モノレール以降安全性は劣るが安価な可動式ホーム作にとって変わられ2000年代以降に新規開業した駅では中部国際空港駅、布田駅など少なくなった 韓国では既存路線でもこのタイプを導入する場合が多く、またほとんどは密閉式となっている。その他の国でも新規路線にはこのタイプを導入することが多い。応用としてはバスターミナルでの排気ガス対策としても採用されている。その他のアジアの地下鉄でもタイのバンコクメトロやインドネシアのジャカルタ都市高速鉄道では地下駅はすべて安全面を考慮して、 密閉式としているが、高架駅ではすべてコスト面からホーム作としている。可動式ホーム作。2013年には、手具都市鉄道2号専用駅に2例目が設置された。2017年4月に、コナン論山駅でこの方式のホームドアが試験設置され、一般列車の停車駅を中心に順次拡大も予定されていたが、コスト面から後に設置計画は事実上中断された。 日本では2012年11月、JR 西日本がこの方式のホームドアの設置を検討していることを発表して、以降、各地で採用されている。台湾では、日本の在来線と同じように、同じ線路をドアの位置や車両の長さの異なる通勤電車という等列車が走っているため、どの車両にも柔軟に対応できる、昇降式ホーム策が検討されている。 フランス国鉄では、昇降式ホーム柵を2018年3月末までに、バンブマラコフ駅に試験設置した。信頼性と安全性が確認され次第、順次拡大予定である。2005年の開業時より、ホームドアを設置している、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスでは、乗客の所持品や体の一部をドアに挟んだまま、走行するという事故が、2016年度だけで22件。 発生した。これは道路線におけるホームドアのセンサーの検知範囲が狭いという特性が原因とされるが、検知範囲を広げた3次元センサーへの交換は10億円以上の費用が見込まれるため、解決のめどは立っていない。ソウルでは設置後にホームドアの作業員や乗客が巻き込まれる事故が発生している。列車を待つ乗客が見る壁面に、 ホームドア広告を掲出し、コストをまかなう試みも行われている。韓国では、広告によって非常用脱出口が塞がれる安全問題が定義され、首都ソウル市内の地下鉄からは撤去することになった。ありがとうございます。